ははい皆さんこんこにちは海外転売講師の黒沢敦です昨日昨夜講習から帰ってきましてその後実家に行ってお土産を渡してで今日うちのばあちゃんの昼ご飯を作ってでハムスターの世話と魚の世話をして自分の家に戻ってきました昨日も1回自分のマンションの方にはね来たんですけれども荷物をバ,ババババッと出して洗濯物をガサッと置いてですぐに 実家の方に戻っていったという感じなんですけれども、甲州から帰ってきて、やっぱり思うことっていうのは、甲州いいにゃーって思うんですよね、もうにゃーって思うんですよ、気持ち悪いかもしれないけど、いいなーじゃなくて、いいにゃーって思うんですよね、意味がよくわからないかもしれないですけれど、そのぐらい、甲州にいた、私の場合、1週間ぐらい思い出すと、なんかにゃにゃ、にゃにゃしちゃうんですよね。 今回のタイトルにもあった通り、広州ってディズニーランドみたいな感じです、自分だと。夢の国ですよ。なぜかといえば、中国商品を扱うセラーにとって、中国商品が売っている、しかも古くからある広州という卸市場に行くことは、本当に夢の国なんですよ。ディズニーランドなんですよ。ミッキーマウスもミニーマウスもいないけれども、中国製のミッキーマウスとミニーマウスならいますけれどもね。 いないけれども、本場のミッキー、ミニーちゃんは。しかしながら、そのぐらいワクワクするんですね。やっぱり中国の喧騒、匂い、人々の、まあ、怒号に似た言葉とか、ま声でかいですから、向こうの人たち。あとはやっぱり現地で知り合う人、毎回行くたびに話す新しい業者の人たち、そういう人たちと話していると、本当に、 ディズニーランドなんですよ、自分の中ではね。入ったら、うわ、ミッキーいたミッキーミッキーいう感じで、その後左に曲がったら、あ、今度ドナルド・ダックいたわわわみたいな感じで。で、あ、今度はスペース・マウンテンだ今度はイッツ・ア・スモール・ワールドだなんつってね、いろんな卸場エリアが一つ一つのライドに感じるぐらい、私にとっては面白い場所なんです。で、こういう話をし続けていてもいいんですけれども、 今回はちょっと日本に戻ってきて改めて自分の住んでいる場所地元の東京都調布市っていう場所だとか日本っていう国っていうのを客観視今できる非常に希少なタイミングなんですねやっぱり甲州から戻ってきて2週間3週間経つといつもの自分のくぼみみたいなところにまた戻っていくような感じがして自分の今いる場所を客観的に見れるタイミングって 別に高師を卸市場だけじゃなくて海外旅行から帰ってくると初めて日本というのが客観視できると思うんですよ。ですから私よく思うんですが日本語教師やってて日本の文化についてもいろいろ教えたりとかしてたんですけれども外国人の方が日本の文化のことって実はよくわかるんじゃないかなって思う面があってそれは我々にとって身の回りのものっていうのはいつもの空間にあるいつものイベントみたいなものなんですが外国の人からすれば。 日本のイベントだだっったたりりとか文化だったりそういったものっていうのは非常に客観視しやすいというか当然ながらできるわけですよね当たり前じゃないものとして意識して見ることができるのでそういう方たちの方が実は日本の文化とか非常によく分かってるんじゃないかなっていうふうに思います一時期日本の旅館の女将をやっている外国人の人だとかそういったのをよくテレビ番組とかで特集してたのをね昔 まあ実家にいた頃ですけれどもテレビ見ててそういう CM とかも流れてたりして見てたんですけれどもやっぱり彼ら彼女たちっていうのは日本っていうのを客観的に見るんじゃないかなっていうふうに思いますで今回今この瞬間日本を客観的に見ながら自分ってどういう子供だったのかなっていうのも考えたりしてるんですよねっていうのも私って今講師も何年もやってて 物販の物販講師自体は数年ですけれども、その前いろいろな講師をやっていて教える立場にあるので、やたら尊敬されるというか、なんか格がついてる、白がついてるというか、格が上というか、っていうふうに思い込まれがちなんですよ。 先生って呼ばれる職業の人ってなんか無条件で上に見てもらいやすい職業ではあるんでそこで悦に浸っていたらはっきり言って堕落するなとは思うんですけどとにかく私が物販やっていて黒沢だからできるんだっていうふうに思う方も少なくないとは思うんですよねでも私ってどういうタイプの人間だったかっていうとめちゃめちゃ引っ込み思案で臆病ででまあ内弁慶だったんですよ 自分のこともはっきり話すことができないしみんなの前でスピーチなんてそんなもってのほかでっていう人間だったんですよね。それが私の場合語学に出会ってその後物販に出会うっていう中でだん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 今のこんな感じになってきた。 ですただ、こんな自分でもやっぱりもともと自分の気質みたいなものはあって根っこみたいな部分ですかね、それは実はすごいもの静かっていうのが私の本性ってわけじゃないんですけれども、1人の時間を少なくともすごい大切にするタイプではあるんですよね。だから、結局のところ、自分がね、講習に行って、いやー、そんな、みんなと一緒に夕食するなんて、なんか緊張するなとか。 内弁慶だったりとか、引っ込み事案だったりとか、引きこもって読書するようなのが、ことが好きなタイプのね、人であっても、物販を通して、で、物販をやるってことは、もちろん Google 翻訳とか使ってますけど、中国とか、中国語とか、英語とか、そういった外国語を知り、物販を知りっていうことを通して、性格をもっと、なんだろうな、明るくできる。 し前向きにできるし逆に言えばそうなるために物販やっていく人生を変えたいと思ってそういう風になっている人も多いと思うので例えば引きこもり機質だとかちょっとコミュニケーション力がね不足してるなって思ってる方であっても物販っていうのは開かれた門戸が開かれている商売であるとは思うんですねただそれの前提として単純に物静かであろうが 活発に人と交流,交流する方であろうが、要するに心理学だとクローズドチャイルドっていう言葉があるんですが生まれながらにしてちょっと物静かなタイプっていうのがあるわけですねあと HSP っていう特性を持っている人もいると思いますが要するに内部発電型か外部発電型かってことなんですよねその時系症だとかあのコ,ミュコミュ症とかいうのは全くな とはまた別で人ってその自分自身の内側で一人で例えば寝、ね、転がったりとか空想にふけったりとか読書したりとかしながら一人の時間の中で自分のエネルギーを発電するような原子力発電型タイプ内部発電型タイプととにかくいろんなとこ出かけていったりとかいろんな人と話したりして発電するような 外部発電型タイプっていうのがいて、どちらのタイプの方も私は物販向いてるっていう風に思ってます。でも、とはいえ、ツアーで行ったらみんなと話したりとか、夕食共にしたりとかするから、じゃあこれって外部発電型の人じゃないときついんじゃないのって思うかもしれないですけれども、そこはご安心いただきたいのは私はこういうタイプなので、私の周りに集まってきてくださるような人たちもどちらかというと、 おっとりしてたりとか、物静かだったりとか、まあ、心優しい穏やかな人だらけなんですよね。だから、俗に言うパーティー、ピーポーみたいな、わーわー騒ぐっていうのじゃなくて、どちらかというと、みんながみんな聞き上手で、みんながみんな他の人たちに気を使えて、他の人たちを褒められて、で、周りに感謝できるような、謙虚かつ穏やかな、 性質な人たちっていうのが集まってます。もちろんその中で講習に行ったらみんなテンション上がるから、それなりにみんなワイワイはするんですけど、ギャーギャーとか、ガヤガヤはしないような人たちっていうのが集うんじゃないかなっていうふうに思います。それは自分が人差し指上に上げて、こんなタイプの人集まれって言ってるわけではないんだけれども、やっぱり私の動画を通じて、 集まってくださる方々ってそういう方が多いんじゃないかなって思います。ネットビジネスっていうとなんかパーティーピーポーが多くてみんなで写真撮ってワイワイフェイスブックで上げてギャーギャーみたいな感じの人が多いですけれどもそういうのは私は合わなかったんですね。だから自分自身っていうのが何のしがらみもなくネットビジネス界でもちろんそうネットビジネス界の住人衆みたいなのがいるわけですよ。中心に鎮座している人たちがね。そういう人たちに ごまっすりつりおべっか言いながら近づいてた時期もあるけれどもやっぱり違和感のつぶつぶを感じてああ自分はこういうしがらみの中に肯定していってはいけないなとなぜならば例えば塾で働いていた時も他の仕事やっていた時も組織とかいろいろなしがらみの中で自分自身の決められた形っていうのをそのままその入りに従って生きてきたというかそこから漏れないように自分の 決ままったああのの氷を作る時の容器ありますでしょで一つ一つに氷ができるじゃないですかあの一個一個みたいな感じで自分はこの位置ここからはみ出てもダメみたいなところで周りがだんだん水がだんだん氷が になるように、表面だけがカチカチになって、自分の内側に関しては、あれ自分の生き方ってなんだ、人生とはなんだ、自分らしさとは何だっていうのがわからないまま、だん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 周りからどん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 氷になるように、水が氷に変わるように、その製氷器の中で氷に変わるように、じわ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 固まってったんですね。で、このまま固まってって、芯まで固まってしまうと、全部周りに合わせて固まった自分の殻になってしまうから、そうじゃなくて自分は核が欲しいっていう気持ちで、その、 ネットビジネスっていう世界にダイブしたんだけれども、そのダイブした世界でもまた結局しがらみがあって、コネがあって、ごまつりつりがあって、おべかがあって、上の人に気に入られたらいいみたいな、その暗黙の了解があったので、私はそこから飛び出したわけですよね。ただ飛び出したら道がないかっていうと、道はあったわけですよ。それが物販っていう道だったわけで。だから、正直ネットビジネス界の人はね、時々連絡来たりとかするんですよ。ネットビジネス界の重鎮の人だとか、背取りの、 有名な人だとかからね、キャンペーンの紹介してくれだとか、いきなりこんにちはみたいなメッセージが来たりするんですけど、申し訳ないですけど、も、返信すらしてないですよね。だからある意味、私はそののネネットビジネス界のことをも 言おうと思えばいくらでも言えるわけなんですが、周りの人をギャー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 言ってても、それはアンチマーケティングっていうものなので、周りがダメだからこっち来いっていう言い方はね、二つのものを比較して、相手の悪いところと自分のいいところを比較すれば誰だってアンチマーケティングはできるので、アンチマーケティングは私はしないですよね。 ただ、単純にネットビジネスの実情で私が体験した中で、それが全部とは言わないけれども、こういう大きな潮流が出ていく中で、人々っていうのはネットビジネス界に、自分の周りのしがらみから解き放たれようと思ってネットビジネス界に入ったように、ネットビジネス界のしがらみにまた肯定していく、沈没していく、沈下していくっていう状況で、またあ,あえいでいる。結局、別の場所で同じ理由であえいでるっていう状況に陥りやすい人は多いので、そういうふうにならないように。 少しでも多くの方々っていうのが独立どっぽ、別に物販じゃなくてもいいんですけれども、少なくともその洗脳者目線じゃなくて、教育者目線で、信仰宗教目線じゃなくって、講師目線でしっかりと対峙してくれる人に会える、いますから、例えばセドリだったら、セドリで、一人ね、私も知ってる人がいるし、あ、この人の考え方はセドラーなんだけれども、もうめちゃめちゃ教育者だなという人が一人いますし、 で、海外転売、私は中国、日本、中国、アメリカでしたら、私がそれに相当できていると、手前味噌ですけれども思っているし、他の業界でも FX の人でもいますしね。やっぱりみんな言ってることって地味で地道で堅実だっていう話しかしてないですよ。結局。で、どういうふうにやるかっていう手の内だって全然隠さないし、なぜならばその手の内を隠さなくたって問題がないからなんですよね。 なぜならば、手の内を隠さなくてそのままさらけ出したとしたって、もちろん具体的にこの商品をこんだけ買い付けましたぐらいの話はあんまりしないですけど、一部の人にしかしないですけど、少なくともその手法的なことに関しては言っちゃっても問題ないんですよ。なぜならば、やり方を言ったってみんな10ぐらいは頑張るんだけど、300、400は努力しする人ってほとんどいないから、300、400努力するしたら、そりゃ、 しっかりできるけれどもその途中で努力を続けなくなる人って多いからそのやり方自体は簡単でもそれを継続していくまた同時に臨機応変に進んでいくさらに言えば他責にせずにみんなに感謝しながらそれをずっと続けていけるで売れづらい商品もあれば売れや思ったよりも売れやすい商品もあるんだけれども売れづらい商品が出てきたり思った通りにいかなくなったときに人のせいにするとかそういうことをせずにちゃんと進んでいければいいんですよ ただ、行ける人っていうのはやっぱり10人中10人ではないと、もちろん心優しい人、堅実な人の中でも、やっぱりさらに精査された人っていうのが、物販のレベルっていうのをガーンと上げられるわけですよね、でそこに関しては、隠さなくてもおののの試練ではありますから、そこをクリアできるかどうかっていうのは、 まあ、クリアできる人はクリアすることではありますからね。それを極力バックアップしようと思ってコンサルティングをやってるんですけれども、やっぱり中にはね、自分自身が、あ、この人まだマインドのこういう部分で立ち止まる可能性があるからとかね、霊説のこういう部分で、うん、やっぱこれだとちょっと良好な取引はできないって思ったら、そこから私は指摘するんですよね。例えば、 言葉っていうのはキャッチボールだから何か言われたらそれに対してフィードバックをしてこっちはフィードバックしてっていうのをやりながらずっとずっとやり取りしていくわけですけれどもフィードバックなしで自分から投げっぱなしみたいな感じで発言をしてしまう人だとかありがとうございますとかこんにちはとかお疲れ様ですとか失礼しましたとかすいませんでしたとか申し訳ございませんだとかそういった言葉を使えない人っていうのも結構いるしもう糸が切れたタコみたいに勝手にどんどんどん,どん進んでいっちゃうそれをしないためにやってるんだけれども せっかくまあスキーで言えばここの山から今から下っていきましょうと登山であればここの山に登っていきましょうとどっちでもいいんですけれども下がるでも上がるでも例えばお好きな方で考えていただければいいんですけどでもこっちからこっちのエリアっていうのは危ないですよこっちからこっちのエリアっていうのもかなり危ないでこのコースっていうのはもちろんゆくゆくは攻めていくんだけど今いきなりやってしまってもリスキーな面がこういうリスキーな面があるからダメですよだとかあとは単純に 自分の足で進んでいくことが必要なので、この部分に関してはもうちょっと自分で考えてみた方がいいですよとか、そういったことをあの手この手を使いながら申し上げてるんですけれども、それが、例えば答えを、質問してるのに答えをすぐ教えてくれないだとかね。あとは、なんか、 バカに自分がされてるとかね、そういうふうに思われちゃっちゃ、私としても手の打ちどころがなくなる部分はあるので、決して上だとか下だとかね、バカにしてるとかバカにしてないとか、そういう話ではなくて我々っていうのは、やっぱり同等な人間として進んでいく限り、お互いがお互いを尊敬できる関係を構築し続けつつ進んでいくことが重要なので、何かしらね、 自分にとって嫌だって言われることもあると思うんですよ。こういう風に言われたら、イラッてすることももしかしたらあるかもしれない。でもそれも含めて何かん、こういう部分でイラッとしたってことも含めてやっぱり言わなきゃいけないですね。我々っていうのは、やっぱり言葉で書かないと伝わらない部分っていうのもすごくあるから、それをずっと溜め込んで、何ヶ月も何年も経った後に場合によってはですよ。何年も経った後であの時、ああだった言われてもそんなどうしようもないわけじゃないですか。 だからそこに関して我々っていうのは都度お互いの心っていうのはまあ日本人は維新電信だとか通過だとか言いますけどやっぱりこのディバーシティがかなり広がってる多様性が広がってる世界の中ででよくよく考えてみるとね日本人だってどこまで維新電信かっていうとそれも怪しいところではあるわけですから やっぱり自分の考えとか思ったことっていうのは常に言っていく、それを後から解釈して思い返してしまうとどうしても歪曲してしまいますから自分の中では事実を事実のまま言ってるつもりでも美化したり逆に卑下したりとかねあの変形させてしまう傾向にありますからその都度その都度自分の主張っていうのをし続けつつお互いがお互いプラスになるように散歩良しになるように進んでいくっていうことが必要なんじゃないかなっていう,ふうに思います。 すすすごいいいる人人が多くててそういう人っていうっのは実績出ますよねで結局言葉では気遣ってるつもりだったりとか言葉では分かったつもりでもフィードバックをしてなかったりとかあとは実際の行動がずれてる人とかってやっぱりいるわけじゃないですか私が以前教えたお伝えした5段階でまず調べない調べても考えない考えても選択しない選択しても行動しない行動しても継続しないってこの5段階って非常に重要になってきて。 この5段階をしっかりと一歩一歩一緒に超えていくっていうのが、コンサルティングを行う際の、すごい大切な条件になるんですよね。そうしないと、やっぱり物販以前の問題とか思考のところで止まっちゃうとよろしくないから、だから、 マインドから変えていくってこれね、もうめちゃめちゃ大変なんですよ。ただめちゃめちゃ簡単にもできるんです。それは各自がマインドから変えていこうって思えるかどうかなんですね。自分で気づけるかどうかなんですよね。そこを気づかずに言われてばっかりだと、なんかこいついつも私に文句言いやがってとかね、バカにしやがってってって思って終わっちゃうんですけれども、やっぱりそれはもったいないからこそ、こういう人は 正直、まあ、物販だけではなくてビジネスにも向いてないって人はすぐ多責にしたりとか依存的すぎたりとかこの5段階、まず自分で考えようとしなかったりだとかそういう部分っていうのが足引っ張ってくるんですよねとかいろいろな話をしてしまいましたけれども今回は話をメインストリームに戻しますも元の流れに戻します広州から戻ってきてで、まず初めに話したのが どちらかというと静かめのおっとりした人だって物販というのは向いてるよっていう話をさせていただいたんですが同時にやっぱり杭州から帰ってきて私が感じることっていうのはやっぱり杭州のパワーっていうのはものすごいなこれセッサンもおっしゃってたんですけれども ウィーチャットの講習ツアーのグループでおっしゃってたんですけど、まあ、名前は言ってもいいと思うんですけど堀田さんという方がおっしゃってたんですけどやっぱり日本に戻ってきて中国のパワーがすごいことをかすごいいっていうのがよく分かりましたみたいなことを書いてくださってたんですがまさにその通りで私すごいなって思うのは日本ってみんなななんだろうな化し例えば女性だったらすごい化粧はうまいしそれなりに服っていうのもファッショナブルだし みんなが、なんかその、決まった文化の中できっちりと、こなしている感っていうのがあるんですよね。一方、中国っていうのは、まあ、顔つきとかもほんといろいろだったりとかね。なんか、ミーハー感がないいうか、それぞれがそれぞれのファッションを着ているし、なんか、子がしっかりしている。で、私今回、後で公出は、 の遠泊中にいろんなとこ行ってみて初めての試みで観光地と呼ばれる場所も行ってみたんですよっていうのも少しもうお話ししましたけど講州からの配信で今後ってそのセラーその人本人がもちろん物販を邁進していくために講州行くっていうのは大切なんですが同時にやっぱり旦那がもしくは奥さんが彼氏が彼女が講州ツアーに 行く物販をやるってことに対して、本当にいい商品あるのだとかね、中国の人なんてなんか全員人を騙すことしか考えてないんじゃないのとか、廃金主義なんじゃないのとかね、あんなとこ行って、本当になんかちゃんと取引できんのとかね、思ってる方、やっぱりいると思うんですよ。もちろん、先ほどの言葉だけじゃないですけれども、表面的にはそんな反対はしてないけれども、心の中ではやっぱり心配してたりとか。 なんか会議的だったりする方もいると思うんですよね。だからそういう方も公衆に一緒に行けるような、夫婦で行けるような公衆ツアーっていいなっていうふうに思っていたので、で、卸市場一緒に回ってもめちゃくちゃ面白いとは思うんですよ。面白いとは思うんだけれども、まあ、ちょっとね、3泊3日で観光までガッツリ行くのっていうのは難しいっていうのが今回よくわかったんですが、それでもちょっとした まあ、ガンジョピングアンの公衆ホテルの目の前から受講クルーズで、公衆タワーの方まで1時間ぐらいかな。で、行けますしね、船乗って。だから、そういうエリアっていうのがどういう物価なのかなとか、どういう人たちがいるのかなとか、行ってみました。で、どこ行ったかっていうと、受講新庄、じゅうちゃん新んちゃんっていうんですけれども、要するに、高級住宅ビジネス金融街ですね。 に行ったんですよ。高層ビルがブワーン並んでるようなエリアで、地下がこの10年で、うん、7、8倍から10倍ぐらいに跳ね上がったようなエリアがあるんですけど、そのエリア、ほんと道路も舗装されていて、で、クレジットカードも使えて、みたいな。中国だと基本的にクレジットカードって使えないんですよ。デビットカードを、使えるとしてもデビットカードで、普通は WeChatPay とか、アリペイとか使うんですけれども、 要するにとにかく、支払った瞬間銀行口座からお金が落ちるようなシステムじゃないと信用情報ですからクレジットカードって結局、まあ、その場では払われるものの2ヶ月先1ヶ月2ヶ月先にようやく我々の口座から落ちるみたいな時差があるわけじゃないですかでそういうカードって使えないんですよね信用してないというかみんながみんなを信用してないってという言い方変ですけどその場で支払うシステムしか基本的には成り立ってない中で例えば受講信条の 17階かな、あのレストランとか行ってみたりとか、その受講新城から南にずっと歩くと、もう甲州タワーは後で映像見たら、あのすごいわーって思うと思いますけど、甲州タワー、関東タワーですね、グアンジョータワー、グアンジョータって言うんですけど、中国だとそのグアンジョータを目指して、わーっと歩いていく、すんごい広いもう歩行者専用の道があるんですよ、で公園の警備員とかもちゃんと待機していて。 で自転車とかも入ってこれないように各入り口に警備員が立っててピーッとか言って止まれみたいなことをやってるんですけれどもそのじゅうちゃんしんちゃんから受講信条という、まあ、バー街、金融街、オフィス街高級住宅街があるんですがそこからバーっと公衆タワーに向かって歩いていくんですねで公衆タワーは川の反対側ですから中州みたいなところにあるわけなのでその公衆タワーに歩いていくと、まあ、それも2 3 0分かかっちゃうんですけれども 電車が出てますからその電車に乗って行ったりとかするわけですよ、で甲州島からさらに東の方にちょっと行くと、そのバー,バー施設みたいなのがあるんですね、レストランとバーの施設があって、そこも今回現地の友人に付き合ってもらって一緒に行ってきたんですけど、そこのバーでバーの建物みたいなのがあって、でテラスがうわー広がっていて、でもう目の前、樹港ですよ、でそこでお酒とか飲めるんですよね。だから 広州の富裕層、あの、土豪なんて言い方するあ。土に、土に豪族の豪って書いて、土豪なんて、確か土豪っていう言い方を現地の言い方にするんですけど、田舎の金持ちみたいな言い方なんですけどね。で土豪が集まるみたいな。でそこの写真を実際に WeChat でバーって言って、こんなとこあるんだ、みたいなことを投稿したら、あの、 現地のアテンドの方から、うわ、高そうっていうのが来て、そこに対して、うわ、高かったよと、二人で、1275円に、5元2万円ぐらいかかったって書いたら、どごーって言われちゃったんですけど、ち、あなんか、田舎の金持ちみたいなこと言われちゃったんですけど、<laughs> まあ、とにかく <laughs>、まあ、あの冗談でですけれどもね。で、そんな場所もあって行ってきました。で、そこ行くと、あの、バーも、バー施設、 テ,テラスのお店がブーって横並びであってそれとは別に5階建てぐらいのビルがあるんですねでその5階建てのビルの一番高そうなところとにかく行ってみようと思って5階建てのビルの5階の一番高級そうななんかフレンチかイタリアンかよく分かんないんですけどとにかくそういう西洋料理のお店に入っていきました シャンパンも置いてあってスパークリングワインも置いてありましたねスパークリングワインが298元ぐらいですかで置いてあってそこで食事をしてみたんですけれども周りも外人なんですよねで、まあ、外人の人が多くってそれこそあの我々がアリババとかタオバオでモデル撮影をするときに雇うようなあのモデルさんなのか何なのか現地のエリートビジネスマンなのかそういう人たち がまあ食事してて英語で、バーってて話してるんですねでレストランの中にもちろん講師の人たちもいるんですけど、みんなマダムみたいな人が6人ぐらいで集まって食事してたりとか、あと何でこんな子たちが来るんだろうっていう、大学生のカップルがなんかマックに来るような顔で入ってきて、バーって食事頼んでて、しかも知ってる感じで頼むんですよね。 だからなんだこの金持ちはと思って聞いたらまあ要するに、広州で親が金持ちの息子とか娘とかまあそういうカップルがここで飯食ったりしてるんだみたいなこと言われてああ確かにそうかなとか思ってそういうところで食事してきましただから、広州同じ広州でもなんか全然違うエリアってなんか全然違う世界が広がってて 私、今までほんと卸市場行ったりとか、ほんと地元の人たちが食べてるようなところで一緒にバクバク炊けてギャーギャー言ってたような人間なので、初めて <laughs>、何回も公衆、今年だけで5回行ってるんですけれども、初めてそういう観光エリアと高級エリアですよね、に行ってみて、あ、こんだけ格差あるんじゃと思って、びっくりしました。 でも、それが、そういう世界なんですよね。だから、そっちも見てみると面白い。公衆クルーズぐらいでしたら、安い、確か100元も200元もかかんないような、100何元ぐらいで行けるとは思うので、その公衆クルーズぐらいだったらね、地元の人だってワイワイやってるんですけれども、その公衆タワーの周りとか行くと、全然客層が違って、 で、広州の交通機関のことで一つ皆さんにも覚えておいていただきたいんですが、広州の地下鉄って終わるのが終電がめっちゃ早いんですよ、だから11時ぐらい過ぎると、もうその広州タワーから広州品館に帰ってくる道がないんですねあ、バスはあるんですけど、で、バスよくわかんないじゃないですか、なんか地下鉄以外ちょうとまあタクシーかなってことで、タクシーを広州タワーの前で捕ま,捕まえたんですが、もうふっかけられるんですよね。 まあ夜っていうのは別になんて言うんですかねあのダーベアをていうんですがメーターを倒さない人は別に深夜の時間って多いんですよ、もう地下鉄がない時間ってタクシーの運転手も分かってるから結構、吹っかけてきて60元だとか言ってでそのままわーって走ってってで最後60元だろって言ったらいや70円だってもうめっちゃ途中が道路工事中だったりして大回りして70元なんだよとか言っていやいややり取りはしてたんですよねでも州タワーに集まる人たちって普通ね。 60元だなんて言ったら誰も乗らないですよ、どこ行くにでも。あの、高速行くんだって120元が相場ですから。でも、そんだけ復活月くるのってすげえなって思いました。あの、復け方が、普通、講師の市内だったら、ま、あ40元だぐらいの復けの仕方なんですよね。で、40元だ、いや、20元だ、じゃあ間取って30元だ、みたいな感じなんですけど、いきなり60元だって言ってきたとき、びっくりして。で、その時 まあ、スパークリングワインとか飲んでて、でも、すごい疲れたんですよね。だからもういいよ、それでっ、つって、乗っちゃったんですよ。タクシーもあんま来ない場所だったんで、もういいよ、それで、とか言って乗っちゃったんですけど、あ、ふっかけ方も、なんか価格違うんだな、こういう人たちっていうふうに。エリアによってふっかけ方が、まあ、タクシーのうちのさんはよくわかってんだなっていうのを、すごく目の当たりにしました。なんですかね。やっぱりそのカオスが、な、なぜかちゃんと成り立っているのが公衆。その、金持ち。 まあ貧富の「プーの方で「婦人って書くんですけどそういう金持ちの人たち貧民と婦人の違いっていうのがなんかカオスなんだけどエリアごとにくっきり分かれていてそれが共存していてお互いがお互いをなんかどうこうするってことでもなくみんなそれぞれ生き生きと生きているっていう世界がすごいなっていうふうに 私は感じてそれぞれがパワーを持っていてなんならやっぱり私は卸状とかその土臭い方泥臭い方が私は好きなんですよねそういうところの人との掛け合いとかあの講師の業者の人との話し合いだとかがすごい面白くて万引氏も何度も何度も行ってたんでもういくつかのお店で「あーオースみたいな感じになれたんですけれども新しいお店で,で「オースみたいな行ったところで,でこの最新のスマホケースも最新な iPhone で出たのかな出たっていうことを講師卸ろし上で知ったんですけど、最新の iPhone X の上のやつが出ましたよね。上というか新しいやつが。で、それのもうモデル、スマホケースもバーン並んでて、初めて知ったんですけど、講師いて。で、ここにこういうロゴを入れたいんだって言ったら、じゃあロゴを送ってくれって言われて、画像でその場で WeChat でわーってロゴを送ったら、もう翌日、そのスマホケースに実際にそのロゴをバーって印刷したのをパッて見せてくれて、こういうのでいいっていう話まで、なんかすごい速さですよ。 だから、この速さはやっぱり現地でやり取りしないとないなって。まず話すんですよね。で、スマホ屋さんにバーってここに見てみて、で、はあの、ニハオっていう風に入っていって、で、スマホケースバーって眺めていると、これは最新モデルだっていうのを教えてくれて、えー、この最新モデルはこういう機能あるんだ、こういう機能あるんだ、これいいなっていう風に言ってたら、これは何件みたいな話をするんで、いい場合 e どうしようってう、100個でないくらみたいなことを言って、 じゃあ、100個だと何件って言われて、じゃあ、かい、ロゴ、まあ、ロゴ大丈夫、ロゴできるのって言ったら、いいパイが、ロゴ不可みたいな、できないよ、みたいなこと言われて、じゃあ、何個だったらロゴできるんだって言ったら、3倍が、とか、う、い合わせ算数、うーが、とか、まあ、500個だったらロゴできるとかね。あとは、私が、カーベルト紹介しましたけど、そのカーベルト屋さんで、じゃあ、これって、ま、白とか、ブルーとか、 他のレッドとかそういう色にするんだったら何ロットからできるって言ったら100ロットですよで単価めっちゃ安い革のベルトが100ロットで,でロゴもできるし自分のオリジナルカラーも作れるし長さだって好きな長さにできるしって言われてでそういう話をがねサクサク進むんですよやっぱりこれは何回も何回もこう勝負史上来る価値あるなって改めて思いましたよねですから 今回の話、もういろいろ話しましたけれども、今回の話って、この後流すいろいろなね、まだ甲州卸市場の映像って半分も出してないですから、いろいろ撮ったので、それを流す中で、私がお話しするようなものの、まあ、目次も兼ねて、その、じゅっちゃんしんちゃんがどういう場所かとか、その、甲州タワー、グワンジョータワーの方はどうだとか、あとは、そこから東に歩いて30分ぐらいなんですけれども、なんか路面電車みたいなのも2軒で出てるんですよ。それ知らなくて、きはずっと降って、 2人で歩いてたんですけど帰り路面電車あるやんってことで路面電車で乗ったらもう5分ぐらいで着くんですねで路面電車は夜11時頃まで出てるのかなでその路面11時半かな自分たちが帰ったのが10時40分の路面電車で甲州タワーの方に甲州タワー駅の方に帰ってって甲州タワー駅からは地下鉄が出ててそこから南には行くんですけれどももう北の方に行く電車はなかったんですね確か3号線かなはもうなかったんですけれども とにかくそういういろんな交通機関を駆使していろんなとこわちゃわちゃ回ってきました、で今回、一番お金使いましたね、だっていつもはあのせいぜい甲州の市内のお店だから使うとしても1回ご飯食べて500元ぐらい、ワイン,もワインが200元ぐらいするんでそれ入れたって4 400、500元で済むんですよ、大体。それが今回、1回飯食ったら1000円超えたらとかねちょこっとご飯食べたら2三百300いったとかねそういうところでご飯食べたり。 してたわけなので、まあでもいい経験できました。タクシーも高かったしね、あ、こういうふっかけ方するんだ、みたいなのがすごいいい勉強になりましたし、あ、じゃあ次はそう考えると家に戻ってきてね、地図見てみたあ、この距離感だったら、まあ相場は35元ぐらいかなとかね、それも大体なんとなくわかりますから、たい公衆品館からタオチンって呼ばれる、えー、ガーデン品、あ、そこら辺もと映像撮ってきましたけれども、ガーデンホテルっていう、 日系の有名なホテルがあるところまで,で、そこはクラブとかがやっぱり日系のホテルがあるんで、その周りに日式のクラブ日本式のクラブがあるんですそこまで行くのもだいたい30元から35元ぐらいが相場だと,だとかね、ね昼だったらここまで行ったら20元、21元ぐらいで済むだとか。そういういのも 確認する意味であえていろんなところをタクシーに乗って行ったりしてみて昼間の料金っていうのもあのちゃんとメーターを倒す昼間の料金っていうのもチェックしたりはしてきたのでそういうのも皆さんにお伝えしつつぜひぜひねまた今後も初めて講習行く方もリピートで来られる方もより あの、料金体系的にもやっぱり交渉するのが慣れてないですからね。私も含めて皆さん慣れてないから、じゃあここら辺だったらこういうのが相場だよとか、こんぐらいのお金吹っかけてくるタクシーだったら乗らなくて次待った方がいいだとか、もちろんそのタクシーに乗ったりする時も我々がね、ちゃんと事前に値段交渉して、でタクシー乗せますから、で何かあったら連絡して、 くだされば私がね、後から別のタクシーに乗って行ったとしても、あの人数が多くて別のタクシーに分かれたとしても、降りた後私がそのタクシーの運転手にバーって言うこともできますから、そういうところに関しても、そういうところも含めてね、あのー、皆さんがより安心できる、あの未知の世界の中でより安心できるように、極力、努めさせていただければなっていうふうに思うんですよ。で、その世界っていうのが、私はすごく面白かった。 毎回面白いですよねだから最終的にはやっぱり日本はその公衆ツアーの参加者グループの中でもやり取りのグループのやり取りをするところでも書いたんですけど良い意味でも悪い意味でも日本は平安、まあ、一路平安みたいな言い方をするんですけどあの安全に帰ってねみたいな中国語の言い方があるんですけど日本にも平安時代なんてありましたよねでその平安全く同じ文字で、まあ、良い意味でも平らで安全な平安なんですよ日本って。 で、中国っていうのはやっぱりワイルドでパワフルでエネルギッシュな場所なんですねで、そこに行ってやっぱり初めは初日の移動がゴつ疲れると思うんです行ったことない人は皆さんが海外行ったことない人とか講習行ったことない人であれば皆さんがイメージしているよりも3倍は疲れますから初日ででも2日目でリセットするようになってるし1日目も早めに渡航につ,くつけるようにその公衆品館の3階のレストランで 食事をする形もしくは25、6階の個室になるかもしれないですけど3階か25、6階の レストランでで、まあ、食事すするだけですから当日はもう移動日ってことで確定していますからね、ねも,もちろんその後どっか行きたいとかバー行きたいとかクラブ行きたいっていう方がいればもちろんそこは案内させていただきますけれども、基本的には1日目っていうのはその移動の疲れを取るため2日目っていうのは卸場ちょっと歩き回って大変なので足つぼでリフレッシュするで3日目っていうのはまだ少しずつ慣れてくるっていうのと翌日帰国するっていう気持ちもあるからそんなに。 1>, 1日目、2日目に比べると疲れが抜けてきてだんだん,だん,だん余裕が出てくるのでまあ例えばまたバーに飲みに行ったりとかねあのクラブに行きたい方は連れて行ったりとかあともしかしたら受講沿いを散策したいって方はもちろんそこもご案内しますしそういうことができます。っていうこの流れなんですよ公衆ツアーっていうのはでその後帰ってきてディズニーランドっていう話冒頭でお話ししましたがやっぱりねディズニーランドなんだけれどもディズニーランドで終わって ちゃうのはもっったいなくって我々っていうのは結局セラーですからディズニーランドだっては楽しかった夢の国だったまた行きたいねーで終わっちゃうのは観光じゃないですか我々はビジネスですからってことは行ってきては楽しかっただけじゃなくてその中で見つけたもの話したこと気になったものそういったものをまず頭整理していく,いくので1週間ぐらいかかるとは思うんですけれどもその後でも構わないだって業者とや 知り合って名刺交換したから帰ったらすぐオーダーしろってわけじゃないですから業,業者とのコネができたっていうつながりができたってことが重要なわけでオーダーは1ヶ月後でも2ヶ月後でもいいんですねで私も帰ってきて昨日帰ってきて今日もう,、まあ、もうオーダーいくつかはもうするつもりなのでね OEM ですけれどもでいきなりだいたい5、6 0 0ロットかな自分はテストマーケティングでもそのぐらいやる場合単価が低いものであれば、ね、そのぐらいもやったりするんですよ なのでそういうのも考えたりして進んでいくんですけれども一般的にはやっぱりそこまでお金かけると何十万とかねそれこそまあ物によっては一から作っていくっていうと何千ロットとか言われるんで,で何千ロットもちゃんと事情説明して交渉していけば何百ロットとかに下がっていくと思いますから私もせいぜい何十万円単位なんですよね何百万円いきなりかけるってことは計算してみたら向こうの提示通りに買い付けたら100 50万ぐらいかかっちゃうので、ちょっとそれはなってことで、こっちの事情も説明して、大体その5分の1かな、できれば十分の1、まあ20うんまあ、15万円、20万円、30万円あたりで商品というのをオリジナルで作ってね出していこうかなとか、そういうことをいろいろ考えてるんですが、そこに関しても、やっぱり各商品、 各業者によっていろんなことを提示してくるのは違うと思いますからそこに関しては一緒に、ね、進めていければなとうう思います。というわけでわちゃわちゃいろいろお話をさせていただいたんですけれども、杭州から戻ってきて日本というのを客観的に見れるこの時期にそして杭州の感覚というのがまだ鮮明に十分に残っている時期に一度、このような形で温泉日記でつれづになるままに日暮らしすずりに向かい手ではありますけれども、話をさせていただきました。 というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒澤篤がお届けいたしました。では失礼いたします。